いよっしゃよ、ライジオネスショーで今日もやっていくんですけどね、今日はね、枯渇系の、ロボールブレーカーやっていきたいと思います。でね、いつも俺が使ってるのはこの U のね、タルザップの型なんですけど、今回俺が使うのはねこっちですね、ギャングとかの方、うん、ですね。でもしね、もしもこれでうまくいかなかったらこっちに変えちゃいますけど、今ね、はい、見てください。さっきエリゴリ負けちゃったんですけどね、結構いい感じで上がってきて、今ね、あと3勝すれば、7000、いけるんじゃないかな、みたいな感じでね、今順位が、99位。6級で99位なんだ。はい、って感じなんですけど、うん、そうですね、なんで、はい、7000ね、ちゃちゃちゃって上がっていきたいなと思います。ということで、いきます。よいしょ。はい、でね、吹き矢型のね、いいところはね、やっぱね、ポイズン、あと、ウッド、今ね、小型呪文が1個しかない、サンスペとかがあんまりないんで、結構ね、やっぱね、吹き矢とかギャングが刺さったりするんですよね。まあ、どっちかにウッドを使わせて、どっちかを刺すみたいなね、動きとか、あとはタルババがちょっと流行ってるんですけど、吹き矢がタルババで死なないんで、そこら辺もね、ちょっとアチアチではありますね。うん。って感じですね。あとは、なんだろうな、うん、結構やっぱ、ラバーとかもいたり、あとベビドラとかもいるんですね。なんで、吹き矢とかでね、許容しながら受けてとかできるんですけど、やっぱね、あとバルーンですね。バルーンが多い。うえ、めっちゃ上来た。やばい。で、とりあえずね、相手のユニットを把握しながら、枯渇系でいきたいと思います。とりあえずディガでいいかな。まあ、待つか。ギャンセパしちゃうか。オッケー。ギャンセパからの、ディグ。オッケーオッケーオッケー。ワンチャンメガナイトか、この街は。はい。あー、めんどいなー。ギガーとメガナイトがあるってことは、これはネクロで生きれちゃいますね。まあ、それまでやってくるんだったら、よいしょ。はい。って感じでメガナイト咲いたんでね。うわ、最悪じゃん、それ。うわー、それはね、それはやりすぎだわ。ザップぐらい咲いてもよかったかな。うわー、ザップぐらい打ってもよかったな、これ。なるほどね。これザップ咲いたんで、メガナイトはさすがに回ってないと思うんですよね。でも、カウンターボールブレーカーされるか。あー、渋。うわ、先に攻められた。最悪だ、これやばい。あー、終わるー。やばい、ちょっと待って。カウンター、うわ、先飛ばしてもよかったな、これ。OK、OK。でまあ入るは入るんですけど、いや、やっぱな、そうなんですよね。今相手お互い、いや、俺がもっと今の対応できればよかったけど、相手がね、ギャングコウモリまでしてきたんで、でこっちがザップなくて、ね、結構やっちまったな。あのインドラにザップを押さえたのがね、ちょっとやらかしポイントでしたね。とりあえず、よいしょ、やばっ、それやばくね。まあ、こんな感じでね、削っていき、こっちは許容でいいんでね。多分、ウォールブレーカーからの真ん中、あー、違う。やばい、まだ入ってねえのに。こいつがよくね、やべ、マジでやばい。いやー、どうしようかな、これ。いや、先にそうなんで、一本乗られるとね、もうこっちから先に動かなきゃいけなくなって、ミラー対決ってね、基本そのカウンターの動きになるんで、うわー、終わったー、最悪だー、これ。いやー、マジかー。いやー、あそこ先に動いた方が強かったなー。いやー、ミスった、あそこちょっとひよっちゃったな、カウンター怖くて。ひよんなくてよかったっすね、正直。いやー、ちょ、こっちで行きます。よいしょー。やばい、あと4勝しないと展開いけないわ。まあ。ひゃ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 。うわ、結構やられたな、今の。圧倒的に。吹き矢がね、やっぱ、なんだっけ、相手、インドラか。そう、インドラがね、ギャングとかコウモリいるから、あんま目立たんでしょってね、
思うじゃないですか。でもね、逆にね、そのメガナイトインドラとかさっきのね作られた形がだるくて、メガナイトギャング系はメガナイトで処理されて、でインドラじゃあコウモリがねザップで飛ばされちゃうんで、インドラがねちょっと入っちゃうんですよね。でさっき今のキングもインドラで削られて、さっきの、ね、タワーもインドラに対してザップとかを割かなきゃいけなくなったんで、ちょっとあれでしたね。はい、とりあえずザップですね。よいしょ。トレーナーディクスター、もうケイオスの選手ですね。はい、やべ多くすぎた。あ、同じ時期かな、こうね、同じチームのね JTB 選手が言ってたんですよね、これで展開に。そうなんでね、多分同じ時期じゃないかなと思うんですけど、よいしょ。いい、なんでお前、よし、まあ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 、これで多分ディガーだけ来て、ああそれ美味しいな、ちょっと。あ、でもこれ普通に入る。うわ、いけー、いや、これいける。ギャングだけど、ギャングザップじゃ止まんないと思うんだけど。いや、止まるー、ちょっと待ってー、全部いかれるわ、俺の攻めが。あー、まあ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 、こっからですね。はい、コウモリ。よいしょ。いや、これもザップ打たれるんですよね、言ったら。打たない。いや、あれだ。あれに打ってるわ、ザップ。これいける。オッケーオッケー。これいい、これいい、これいい。これ一発ある、二発ある。でーでーん、オッケー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 。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。ただもう一発、これちょっと怖いんだよな。一発だけいただきました。ああ、ケツネクロスね、最強は。ああ、なるほど、吹き矢じゃないのとか。いや、またインドラかめんどくさいな、ちょっと。いや、これさ、めんどいんですよね、ちょっと。多分メガナイトが来るんで、はい、打ち抜いてあげて、来た、よっしゃー、これで、いけ、よいしょー、来たー、来ましたー、グッドゲーム。危ねー、危なかった、めちゃくちゃ危なかったわ。序盤ちょっと押されすぎて。いやー、ウォールブレイカーね、そう。強いですね、やっぱ。もうね、刺される時もウォールブレイカー、刺す時もウォールブレイカーでね。もうバカなんでね、火力が本当に。もうね、2つで、2匹でね、2コスでね、1160入れるんで、もうね、やばいんですよね、本当に。そう、なんでね。もう今、ほぼ、お互いタワー、8割型ウォールブレイカーだけで削ってたような気がするんですけど。で、残り2割ディガーみたいな。そうなっちゃうんですよね。もうね、タゲ取ってあるだけで、ウォールブレイカーに対してアドが取れないからな。もう2コスに対して、今やそのなんかウォールブレイカーに対して、メガナイトとか出すのは当たり前になってるんですけど、言ったら2コスに7コス出してるだけですからね。言ったらね、言ったら、守れて当然なんですけど、それしかないぐらい。なんだっけな、LTJG。なんか当たったんだよな。しかも同じくらいじゃん、インドネシア。絶対スナイパーやん、これ。やるなって言っとこう。とりあえずウォールブレイカーで、ね。スナイプって何ってね、言う人いるんですけど、スナイプっていうのは、例えば、さっきの人もね、インドネシアっていうクランだったんですけど、もう一回その人がね、さっき相手の試合を観戦してて、で、終わった時にね、マッチングボタンポンと押すと、こんくらいのコートロ帯になると、当たる人が少ないんですよね。やっぱり、グロ2桁とかになってくると、60人とかしか当たる範囲にいなくなっちゃうので、そうなると、やっぱり当たる人が限られるから、同じ時間に潜ってるっていうことがね、
あの少ないですよね、同じ時間に潜ってる人が。そうだからタイミング合わせて押すだけで、あの狙った人を引けちゃうっていう。よいしょ。いやもうこれあれだな、学年ってことは、まあ、ベビドラもいたんでエリゴレでしょうって感じですね。あこれでと咲かしてゴボリか、うん、遅っ、あ歩くの遅っ、もう真ん中ここらくらいに来てるイメージだったんだけど、俺的に。いやこれベビドラ咲かして、はい、まあ、左側蒸していいかな。こっちはやばい、歩くの早い、殴っちゃう。ああまあまあまあトントンですね、人生トントン説なんで。とりあえずこっちかな、とりあえず呪文を咲かして、あじゃあこれゴボリか、あこれにゴボリ咲かして、次にウッドもゴボリもない状態で2周目オールブレイカーをさせるって感じですね。これもあーこれなー、あーそれ誰ネクロでやられそうだな普通に、はいはいはい、うわーごぼり、なるほどね、トリトあるんで引っ張られますねこれ。よいしょ、 OK、 まあまあまあ、まあ、言うて言うて言うてみたいなのがありますよ。うわーこれはきつい、これ本気で防衛しないとマジ終わりますねこれ。やべ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 、大変大変大変、おかしくねえそれ、おかしいんだって。あー危ねえマジで、ちょお前マジで知らんからな本当に。来た、うれえ、いけー、いけー、よっしゃー、いや行きました、やったー、こけーって感じでね、ありがとうと、俺も行ってきます。はい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 、危な、もうねあの2周目よりもね3襟っすよ、3襟、3襟であれ出すだけでね持ってかれそうになるっていう、ね、えぐいっすからねマジ普通に。あー切れそうになっちゃった、危ない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 、危うく切れてしまうところでした。とりあえずね、いやーめっちゃ多分大きい声出しちゃった。あと2勝で、いけると思うんで、あと2試合、あと2試合やります。もしね、これで勝って負けてでもいいし、負けたら勝って勝つまでやりたいし、勝っても、ちょ、リーチなんで7000いきたいっていう感じでね、あと2戦やります。あと2戦。そう。あと2戦ですね。前俺の、なんだっけ、あの、世界一かけたみたいな動画出した人覚えてるか、人ね、多分ちょっとはね、いてくれてると思うんですけど、あの動画出した時に、最後にね、世界一リーチみたいな、そんな感じのこと言ったんですよ。そしたら、最初の試合見終わってから、真ん中の試合飛ばして、最後の結果だけ見る人が多すぎて、なんかマジじわった。その試合見てないで結果どうなったんかなーって気になって、そこまでスキップし、なんかそういうね、見れるんですけどね、その YouTube の情報みたいので、どこが一番見られてるかみたいな感じで、最初と、うわ、ベンザーやん。え、これ勝ったらでも、7000いける。じゃあこれで終われる。やるな。よろしく。もうインドネシア3連続インドネシア、もうこれ終わったら俺スクショして隠さないでツイートしちゃおう。 OK、 いやもう終わってんけこれ、ああなるほどね、てけどなかったじゃん僕さ、これさ、ああはいはいはい、それね、 OKOK、 そのデッキはマジアチャですね、はいはいはい。あのデッキはボムタワーバルキリーのデッキなんですけど、ウッドしかないんですよね。そうなんで、あのポイズンもないんですね。なんで、結構いい感じだと思うんですけどね。まあ、こっちも強しちゃうか。そう、雑砲ね、こっちに切っちゃうとね、コウモリ無双されちゃうんですよね。ここに、あー、これこれ、マジアチャが来る。これ良くないか？あー、ワンチャンディガーつなげて、いやーこれきつい、
コウモリ引き連れちゃったな。やばい、終わる終わる終わる。強っ、そんなんだ。いやー終わるわマジで、もう本当に腹立つ。ちょっとミュートしよう。いやマジでさ、ナイススナイプって言おう。とりあえずアサシン U の出して、よいしょ、 OKOK。 ここから作っていきますよ。はい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 、ここはザップ打たずに温存ですね。こっちに何かしら出さして頼むから。いや早いんだよなそれが。うわー、うん、微妙ですね。おいおい、なんでやねん、なんでやねんマジで。いやーマジかー、これー本当にくっそ、もうグッドゲーム。いやーもう見てたやん貴さん。まあいいや、もう一度やりまーす。たくー、なるほどね。まあまあまあ、あと2戦いっちゃおう。次勝ったらあと2戦いっちゃおう。そう、本当はね、本当は聞いてください僕の言い分。あの本当は1戦負けたら35ぐらい持ってかれるからあれだったんですけど、今ねベンザに負けて17しか持ってかれなかったんで、ワンチャンね、ワンチャンあと2勝で展開いけるんで、ね、あと次勝ったら終わろうかな。でこれ負けたら終わります。うん、じゃあ次勝ったらどっちも終わっちゃう。次勝ったらもう1戦やって負けたら終わります。いやーでもベンザーと泣いてショッカー、ショットジャップなかった、痛かったな正直。あれメガナイト出したくないと思って2枚切ってザップ回ってくる祈ってたんですけど、来なかったですね、ザップが。また7000だ。めっちゃ上の人も引く、今日。なんでや。それで？初手起動ちょっと痛いなぁ。待ち合わせとか来たらめんどくさいんで、貫き準備だけしておこう。はい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 、これさ普通にさいけないかな、これ飛ぶよね、飛ぶでしょ。ああ何がこれスケラか、こんな感じのスケラあったよな、ハネハネさんスケラみたいな。いやーめっちゃ変なデッキ来てる。ゴボウリか、ゴボゴヤか、ゴボゴヤ、ゴボゴヤでしょ。まあこれ無視でいいな。はい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 、これ巨石合わせてきてスケラっていうのがもう目に見えるんで、これ逆さえ切っても多分フル無視されるんで、これはあーですよね。これザップってこれでいいかな。プラナ、あーおー、それは新しい。いや別になんかスケラー防衛が悪いわけじゃないんですけど、なんかなんだろう、別に美味しいっていう。これベビダラとかいいのかな。ここでもう一体いるユニットが分かりますね。ベビダラですね、はいはいはい、オッケーオッケー。これでトルネくらいかな、トルネだけとかワンチャンあると思うんだけどな呪文。どうしようかな。はいはい、ネクロですね。いいよいいよいい。ああうん。あ、俺のやばい。ああこれスケラ打たれて終わる。あーやっべー、これマジでやばい。あーあー終わる、これは終わる、普通に終わる。あー
あーなんだよこのデッキ。いやー負けた。くそ。ババもいるし、やば。いやーキングいかれる。いやー負けたー。めっちゃ負け越したー今日。今日めっちゃ負け越したわ。もうインドネシアの2人、いや3勝2勝3敗か。いやーめっちゃ負け越したー。ほんと。辛いけどあんま初期とトロフィーか、上の人引きまくったんか。上の人引きまくってあんまトロフィー変わってないですね。これマジで。許せん。まあいいや。はい、ってことでね、今日こんな感じでやってったんですけど、まあ上位だとね、やっぱり、まあこういうこともありますよってことですね。まあでもスケラ勝ちたかったな。正直ネクロ処理、ネクロの前に、メガナイト、あれはもう完全にプレイミスなんですけど、最後のはね。って感じで、そうですね。うわー、マジでもう、はい、ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、毎日動画やっておりますね。もしよければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は終わります。バイバーイ。